LINE は TRUE あなたは信じる巷に転がる都市伝説紹介チャンネル、どうもクッキーです。アマスターのトイです。まあ、世の中にはですね、はい、たくさんのもう企業ロゴがあるんですよね。はいはいはい、はい、企業ロゴって何を思い浮かべますか？まあやっぱり任天堂。ああ任天堂もやっぱ有名ですよね。まあ、CM で流れているようなところっていうのはもう本当にもう目に耳に脳に焼き付いてるわけですよ。まあそうですね。じゃあこちら皆さんご存知ですか？まあイクシマルのロゴですね。いや違いますね。今出てたんですか？今スターバックスですよ。はい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 、これよく行くよね。まあ僕はあんまり行かへんけど。ドトール派？うん。じゃあシアトルズベスト。うん。喫茶店行かへん。まずあのスタバを喫茶店って言ってもあんまり見かけへんねんけど、ほんまに行かへんねんなと思ってまあこれ見ただけで誰もがスタバと分かると思う。それは分かりますよ。スターバックスっていうのはですね、はい、シアトルが発祥なんですよ。あ、そうなんや。アメリカのね、あのマリナーズがあるね。そうで、その世界進出をしたそのコーヒーショップなんですけども、シアトル本社の建物を見ることあります？はい、こちらです。埋まってるやん。埋まっとんのよな。もうなんか60メートル級の巨人の出現みたいな感じで、確かに確かに、ひょっこりはんしとるわけですよね。なんでこれ顔の半分しか出てないか、ちょっと気になってますよね、多分ね。モグラ叩きするため。いやいやいや、一生叩かれてないじゃん、それは。で、これね、何かに見えませんか、そもそも。このようにちょっと線を引いたらどうですか。なんと、目っぽいんですよね。はい、すごい、すごいですね。あ、何や、その笑い。いやいや、目だなと思って。いや、めっちゃ目、あ、怖、こっち見られてるわ。これは、フリーメソンが関わっている砂丘な、こら詐欺じゃないよ、ほら。他にもですね、目が隠されてる企業ロゴたくさんあるんですよ。こちらトヨタ。おお、まさに目。これは目ですね。目、誰がどう見ても目。確かに目。そしてフジテレビ、うん、目玉の親父にまつげ3本生えたみたいになってる。そうですね、マスカラが。よくね、見るロゴマークにもですね、目を思わせるデザインたくさん隠れているんですけども、なぜじゃね、そのこのような目をマークを掲げているんでしょうか。一説では、とある秘密結社と関係があるんじゃないかというふうに言われて、ちょっと難しいかな。何イメージですね。フリーなんだと思います。フリーそうめん。自由な形式で撮る流しそうめんちゃうんですよ。こちらのマークもご覧ください。はい、ここまでいったら分かりますね。なんとフリーメイソンさんですね。プロビデンスの目と言いましてですね。そう、はい、まさにプロビデンスの目なんですけども、そう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 、ちょっとやってみてポーズ。そう、絶対ね、みんなね、三角形をやるんだよね。そうですね。フリーメイソンを象徴するマークとして用いられているんですけども、なんとアメリカ紙幣にもこのマークが描かれていることから、アメリカがフリーメイソンの支配下にあるという説もあると言われてますよね。今日は何の会なんですか？うるさい、これは。黙ってけよ。はい。プロビデンスの目イコールフリーメイソンっていうのは、まあ分かってもらったと思うんですけども、はい、実はですね、このマークには大きな謎があるんですよ。あー、確かに意味は考えたことないですね。はい。そもそも、この目、誰の目か分かります？分からへん。特定の誰かを表したものじゃなくて、単なるデザインではと思ってるでしょ。はい。しかしですね、あのシンボルマークには深い歴史があったんですね。はい。そしてプロビデンスの目が何者なのか、あのシンボルマークに隠された秘密が今日判明します。おう。プロビデンスの目、三角形に目という先ほどやってみたポーズが印象的なんですけども、うん、実はですね、これ見てほしいんですよ、このマーク。どうですか？ん？初めて見ますね、このマーク。はい、昔このカービィにこの敵おったよね。ありましたね。実はね、これね、初期のフリーメイソンのマークなんです。へぇ、結構集中線多めやったんですね。そう、だから三角形じゃないです、当時。へぇ、はい。背景の三角形がなくても、プロビデンスの目として認知されていたようなんですね。ほうほう。また現代では、フリーメイソンのイメージが強いプロビデンスの目なんですけども、実はフリーメイソンのシンボル以外にも使われている場面が結構あるんですね。まあ、例えばこちら。これ鬼太郎の敵。まあまあいるやろうけど、こんなのね、うん、バックベアみたいなやつ。これね、錬金術で使われているというプロビデンスの目なんですよ。あ、そうなんすか。そうなんです。へえ。もうまさに鋼の錬金術師のフランスコの中の、ね、確かに、ね、錬金術といったらね。さらにフランス人権宣言の版画にもプロビデンスの目が描かれているんですって。ほら、すごいよね。で、この版画はフランス革命をきっかけに作られており、フランス革命はもしかしたらフラでフリーメイソンやイルミネティが操作してたんじゃないかという噂もあるの。おー、はい。で、他にもプロビデンスの目はキリスト関連の建物や絵画など多数書かれていることがあるんですね。はいはいはい。で、こちら見てください。これはですね、北部ヨーロッパ最古の大聖堂であるドイツのアーヘン大聖堂に施されたプロビデンスの目の装飾です。おー、きりとね、集中線プラス三角形、ね、これ確実に確実ですよね。下側ね、ちょっとよく見てほしいんですけど、 MDR
ACCLXVI と書かれてるんですね。これね、ローマ数字で1776を表すんですって、はいはいはい、何の数字かパッと見分かります？分からへん。アメリカの建国記念日ということで。あ、なるほど、はい、イルミナティ創設の年でもあるということなんですね。そしてなんとキリスト教の宗教画である絵にもプロビデンスの目が描かれています。それがこちら、露骨に描かれてるわ。もうなんかここの位置、普通時計とか飾るとこちゃうんかみたいな、ね、スポットライトのように当たってるわ。目がちゃんとあるんですね。この絵は1525年にヤコポ・ダ・ポントルモという人が描いたエマオの晩餐という絵なんですって。中央のキリストの頭上にプロビデンスの目が描かれているんですけれども、このようにですね、プロビデンスの目はキリスト教ともちゃんとね、関わりがある、深い関わりがあることがすごいっすね、証明されましたよね。キリスト教とも錬金術とも秘密結社とも関わりがある、ね、そうなんです。しかしですよ、現在キリスト教を信仰している人の中には、うん、プロビデンスの目を悪魔の象徴として見る人も多いとか、まあ、イルミナティっていうのは悪魔崇拝してますからね。そうなんです。そんなプロビデンスの目とキリスト教には実は意外な関係があったんですね。ほう。キリスト教のコンセプト、プロビデンスとは本来摂理、つまりね、創造主である神の宇宙と歴史についての永遠の計画や配慮を指す言葉なんですって。知らんかったよね、これね。だから全知全能の目やってことですよね。そうなんです。だからプロビデンスの目イコール神の目なんですよ、うん、また目の後ろに描かれてることも多い三角形はキリスト教の教え、まあ、考え方の一つである三位一体を表しているということなんですって。三位一体ってキリスト教から来てるんや。そうなんですって。その三位一体ってまあ何かというと、その創造主である神の父と、うん、その子であるイエス・キリスト、うん、そして聖霊はもともとは一つの神。なるほどね、はい、三つやと。つまり唯一神であるという考え方なんですね、うん、つまり全能の目と三位一体が組み合わさったマークこそがキリスト教におけるプロビデンスの目と言われる、ね、なるほど。でこのマークはキリスト教で神が全てを見通しているという意味で使われるんですけども、またねこのマークの周りに光のような放射線、まあ、実はさっき集中線と言ってくれましたけども、うんうん、これはですね神の栄光を表してるんです。だからちゃんと意味があるんです。決して漫画とかに使われる集中線なわけじゃないんです。まあね。でプロビデンスの目の背景に三角形が存在しないものもあるのはキリスト教と関係のない意味合いで使われているものなのかもしれませんね、うん、と。しかしプロビデンスの目の起源は実はキリスト教ではないんです。おう。プロビデンスの目についてはなんとこんな説もあるんですね。エイリアンの目、始まりました。始まりました。ちょっと都市伝説っぽくなってきましたね。プロビデンスの目の起源は古代エジプトに遡ると言われます、はい、古代エジプトでは太陽と月は天空神ホルスの両目だと考えられて、左目は欠けても再び満ちる月のように失ったものを回復させるとか、完全なるもの、修復されたものという意味を持つんだって。そういう意味のものをウジャトの目というふうに呼ばれるんですけども、右目は太陽神であるラーから、まあ、ラーの目というふうに呼ばれると。でこの太陽神ラーがめちゃめちゃ恐ろしい神様なんですって、うん、もう自分を崇めない、敬わない人間を滅ぼしちゃう。やば。自身の片目で破壊の女神を作って地上に送り込み、人間たちを殺していったというふうに言われてる。なるほど、はい、でさらにラーは最初の神から生まれたとされ創造を司るというふうに言われており、一説では地球外生命体であった可能性もあると。おお、なるほどね、はい、そしてプロビデンスの目にはこのラーの目がですね起源ともいうふうに言われているんですね。さらにラーの目には脳の断面図の消化体にほぼ一致する形であるというふうに言われてます。はい、フランスの哲学者であるデカルトは、うん、この消化体のことを魂のありかっていうふうに表現してるんですよね。ほうほう。人間の精神と体は消化体でつながるというふうに考えられていたということです。へー。そして消化体は第三の目ともいうふうに言われることがありますよね。脳に存在して約24時間周期で、まあ、変動する生理現象で、ほとんどの生物に存在し体内時計を調整するホルモンメラトニンを分泌しているということね。まあ、身体のですね問題を察知して修復して良い方向へ向かわせる能力を供給する人間にとって最も大切な器官というふうにも言われている、はい、そんな人間の、まあ、生命にとって大切と言われている器官を表している消化体をモチーフにしたラーの目、つまりプロビデンスの目には人間の精神と体をコントロールするといった意味があると捉えることもできると。なるほど。だからデカルトは我を思うゆえに我ありとか言ってしまうんですね。あ、そうなの。なんか有名な言うの
の有名ほんまに。そう、これ結構有名だと思う。ほんまに地元では、うん、地元では有名だよ。世界で言われてる。そう、そう、我を思う時に我を感じるよみたいな、消化体はそこにあるんだよみたいな、だからそれを全てをコントロールするのはそこから始まるんだぜみたいなことを言いたいのかなと思って。あ、そうです。そう、今すごい理解が深まってましたね。急になんかルルーシュみたいなこと言い出したから何を言い出したの。いや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 、これほんま実際にある言葉なんですね。ある言葉です。皆さん博学ですね、戸谷さんはね。いや違うんです。そしてですね、太陽神ラーのように不必要な人間はまあ破壊するといった、まあ、意味も込められてるのかもしれない。なるほど。だからコントロールできないものはもういらないよと。そうなんです。うん、ではなぜ地球外生命体によって人間の脳内に直接作用するような監視の目が必要だったんでしょうか。なんでですか。人類の禁忌への警告。禁忌。その謎が古代文明であるアトランティス時代にまで遡るというふうに言われています。おお、今日都市伝説の宝庫ですね。そうなんです。昔人類は神様の意向、うん、つまり宇宙の摂理に背いて争いを繰り返しながら地球上で生きていたと。そして人間が宇宙の禁を破っていたのは争い事だけではありません。古代アトランティスの人たちは象などの硬い動物を食べるために人間の DNA を入れて食べやすくしていたということなんですね。え？いやもう話がぶっ飛びすぎてるけどさ、ホルスの目とかラーの目とかさ、消化体がとか、そんな昔からちゃんと分かってやってることもすごいけどさ、DNA を動物に取り込むといよいよじゃないですか。だからキメラみたいな話ですよね。宇宙の摂理では人間の DNA を他の動物に組み込むことはもちろん禁止とされていて、でこれに怒った神様が宗教を作って戒律として不浄なものを食べてはいけないと、まあ、人間たちの教えを広めたと言われてるんですね。なるほど。でも実際イエス・キリストも、ね、宇宙人なんじゃないか説もありますから。そうなんです。しかし人間たちはその後もですね、生物を使って実験を繰り返したりとか、様々な動物を作り上げていきましたよね。今も品種改良とかも行われてるし、してるんですよね、動物実験もありますよね。ありますよね。でこの人間たちの傲慢で堕落した神を顧みない態度にですね、神様の怒りは頂点に達したと。まあ感動。そう、そこで長い雨を降らせて大洪水を起こさせた。で一度ですね、地上にいる奴らをね一掃しようと考えてます。わー、これが旧約聖書に登場する、まあ、創世記に出てきますよね。ノアの大洪水。じゃあやばいやん、また、うん、今近年本当になんか水の災害が多いって聞きますから、そういうことが始まってるのかもしれませんよね。ただですね、その人間の中には宇宙の摂理を守って神と共に歩んだ正しい人である、まあ、ノアね、その家族だけはその神が命じた箱舟を作ってそれに乗ることで洪水から命を守ることができたということもありますやんか。ちょっと補足で説明すると、はい、その箱舟にはそのノアたちの家族だけではなくて、地球上の全ての動物が一組ずつ乗せられたと、うん、でそして箱舟は40日間、40番の洪水を耐え抜いて、その後箱舟に乗っていた動物たちがその後の地球に繁栄して地球環境は建設されるということですよね、うん、もう一回ね作り直されたと。そしてまた人類が禁忌を犯さないように神様が見守る目として太陽神ラーを誕生させ、ラーの目で監視できるように世界各地に広がっていったのかもしれません。なるほど。こうするとすごい辻褄が合いますよね。一説では現代もですね、豚を不浄な生き物として食べてはいけないとする宗教がありますよね。うん、僕ね、あの日本だったらあんまそういうことってないじゃないですか、うんうんうん、でもそのマレーシア行った時なんかはお肉の工場とかも見れたんですけども、豚をさばいた包丁とかで牛とかもさばいちゃいけないし、へそちゃんと工場も同じ工場があるんだけども、建物ちゃんと別に分けられてるし、へそういう風に、まあ、信仰がある人ない人ちゃんと分けられるように尊重できるようになってるから、もう徹底されてるんですよね。まあ、スーパーとかも分かれてるんですよね。そう、だから本当にね、日本だけがねこうやってあんまり宗教の文化がない先進国って言われてますけども、うんうんうん、まあ、海外はそういうのは当たり前なんで。実際にノアの大洪水が本当に起こったのかということに関しては、うん、現在も様々な議論が交わされていますけど、そうですね。しかしその一方でかつて大洪水が起こっているのではないかとする証拠めいたものもちゃんと見つかってるんですよね。まず洪水の際にアララトさんに漂着したとされているその箱舟の残骸らしきものがアララトさんの付近でちゃんと発見されております。しかしトルコ政府関係者が調査した時はですね、山が崩落する可能性があるとして調査を断念、危ないよということで、うん、ロシアの調査隊が残骸を捜索した時には成果を上げることができなかったそうなんですけど、何の成果もありませんでした。調査兵がね、うん、ロシア革命が起こった時に調査資料がなくなっていたこともあるということで、ちょっと闇深いよね。もし伝説で語られていることが本当に起こったのであれば、大洪水を起こした神とは
は一体誰のことなんでしょうか。はい、神の正体、もうズバリ言っちゃっていいですか、うん、ヤコブ。あー、ヤコブね。ヤコブは旧約聖書に登場する古代ヘブライ人の指導者なんですけど、有名ですよね。自身を人々の前にホログラムのように映し出すと、うん、まあ、僕もスターウォーズ好きなんでよく見るんですけど、アルツギーズがこうやってねホログラムが出てて、それレイヤ姫こうやってみたいな有名なシーンありますよね。はいはいはい、はい、あれと同じの感じなのかな。自身のホログラムを映し出して神の降臨のように教えを説いたりと奇跡を見せたというふうに言われます。お、それはもうそんだけできるさ、ホログラムができる技術がさ、昔の人見たら神って信じるよね。でそんなヤコブは一説では木星にいるというふうに言われていて、ヤコブは木星に住みながらもラーの目を通して地球に住む人間たちを今も監視していると。今まさにね木星が注目されてますよね。急接近するとかね。そうよね。つまりプロビデンスの目は神であるヤコブが地球を監視しているという意味で使用され、世の中に浸透している可能性があると。そしてこのマークを使っているフリーメイソンの目的とは一体何なのか。それは神の目を通して人類を監視下に置き、ニューワールドオーダー、つまり世界を統一させるために使用している可能性があるということなんですね。おー、なるほど、はい、ちょうどですね、僕たちの大好きなワンピースも、はい、ワノ国においてメアリーズって出てきたじゃないですか、うんうんうん、目がかかる、あ、そうですね、あれも一個の目だったし、あれも監視役だったわけじゃないですか、はい、だからそこら中にあるそのプロビデンスの目は実は木星にどんどん電波が流されてるかもしれないな。流されてるもん、これも。これも、うん、受信装置。受信装置。やばー。えぐいっすね。えぐいでした。いかがですか、今日は。まあ、最初、はい、まあ、ロゴの話から始まったんで、はいはい、今日は一体何の回かなと思ってたんですけど、まあ、まさか、このフリーメイソン、このプロビデンスの目がこんなに深く関われることになるとは思ってなくて、はい、まあ、やっぱりね、今彼らが、まあ、一つ推進してる計画の中に、うん、僕 SDGs も存在してると思っていて、おそれ、すごい今回確信を得たなと思う瞬間があるんですよ。なんすか？ラーとフリーメイソンは、こう繋がってます。え？なんで SDGs、 まずフリーメイソン関わってる証拠として、フリーメイソンは13っていう数字大事にするんですけど、こちら見てください。13、目やな、目のマークですよね。はい、じゃあこれ SDGs って関わってますと。じゃあこの中で実はラーとの関わりが匂わされてるものが存在するんですよ。どれですか？2、すべての飢餓をなくそうぜみたいな。はいはいはい。でもイラスト見てください、こいつさん。これはラーメン、え、ラーとラーメン、ラーの神に感謝する。そのために我々はラーメンを食す。まずラーメン、アーメンみたいなの怒られるよ。あんたや、そんなこと言うたら、あんたや、アーメンと絡めたらいけない、あんたや、ラーメンみたいなこと言っちゃいけない。というわけでね、本日のリアドスコアは666。いや、あれね、関係ないやん。じゃあ17776、じゃあってな。ホルツの鳥肌ポイントはラーメンってね、美味しすぎますね。美味しすぎる。あれは陰謀です。陰謀ですね。それでは See you、 バイ。無人探査機が撮影した画像から月が縮んでいってると。え、実はこの月がなくなると人類というのは終わるんですね。終わる。実際43億年前にできたと言われる海を作ったのは月の内部にあった水なんじゃないのかっていう説もあるんですよ。え、どういうこと？現在の月の収縮の原因が仮に本当にこのね月の内部にある大量の氷であるとすれば、現在のこの地球に降り注ぐ可能性も全然あるんですよね。かつて、まあ、一夜にしてね、アトランティス大陸が沈んだとか、聖書で言われているノアの大洪水、これがまた起きるんじゃないのかと。ああ、そういう原理なのかな。そう、地球の引力の範囲から外れてしまった月はどうなるかと、太陽に吸収されてもらうと。